北国新聞ニュースをお伝えします。天皇皇后両陛下が今月22日に輪島市と珠洲市を訪れ、能登半島地震の被災者を見舞われることになりました。宮内庁は今日、天皇皇后両陛下が22日に日帰りで被災地を訪問されることを発表しました。それによりますと、両陛下は羽田発の特別機で午前中に能登空港に到着され、輪島市では被害の大きかった地区や避難所を訪問し、被災した人たちを見舞う予定です。その後、珠洲市へは自衛隊のヘリコプターで移動し、津波被害の状況を視察するほか、被災者とも懇談し、夜には東京に戻られます。天皇皇后両陛下は地震発生の直後から被災者を案じ、現地を訪れたいと希望し、能登を訪問されるのは即位後初めてです。22日の訪問は天候などによって延期される可能性があります。両陛下が災害発生から間もない被災地に入るのは、台風19号などにより宮城県と福島県を訪問された2019年12月以来2度目になります。七尾市和倉温泉の総湯が今月26日に営業を再開し、温泉地の復興へ向けた一歩を踏み出します。和倉温泉は能登半島地震で源泉からの配管が損傷し、温泉の湯が総湯や旅館に届かない状況が続きました。しかし、先月中旬には総湯に温泉が戻り、缶の中に詰まった泥を取り除いたり、温度の調整を進めたりしたほか、3日前に断水が解消されたことから、今月26日に営業を再開することになりました。総湯は当面の間、午前10時から午後4時まで営業し、排水管の損傷が激しい足湯と男湯の露天風呂は使えません。和倉温泉の旅館やホテルは今もすべてが休業中ですが、総湯の営業再開で石川を代表する湯の町が復興への一歩を踏み出します。総湯の運営管理を行う和倉温泉合資会社の小泉隆社長は、地元の人たちにまずは入ってもらい、和倉復活の大きな一歩にしたいと話しています。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞文化部の吉面部長にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。80回目を迎える現代美術展が今月29日に開幕します。節目の開催となる今年は、能登半島地震の被災地に明るい光を届けようと、奥能登に住む作家の特設コーナーが設けられることになりました。さて、具体的にどのようなものとなるんでしょうか。はい、現代美術展は未発表作の出品を原則としています。しかし、第80回展では石川県美術文化協会の役員会員で奥能登在住である場合に限り、地震被害で新作の出品が困難な場合、美術館や北国新聞社が所蔵し、すでに発表している作品を展示する方向で検討しています。はい、今月13日に開かれた会合では、県美術文化協会の理事会で、飛田秀和会長は奥能登に住む作家のコーナーを特別に設ける計画に触れまして、被災地に明るい光が届くような厳美になれば幸いだと語りました。現代美術展厳美は終戦からわずか2ヶ月後の1945年10月に第1回展が開催されて以降ずっと続いています。そうしたことから、能登半島地震が起きた今回と第1回展の状況が重なってしまうんですけれども、部長、この文化の力でこの困難を乗り越えていきたいですね。はい、北国新聞では14日の女の目男の目という企画記事で、3人の女性作家に芸術の力と創作の意義について語っていただきました。はい、このうち県美術文化協会理事の古澤陽子さんは、
2月に完成した厳美の出品作品から急遽能登の絵に変えて一から描き直したそうです。それはどうしてなんでしょうか。はい、実際に被災地に入ってボランティア活動をしていた古澤さんは能登の人から復興に向けた絵を描いてほしいと言われたそうです。はい、また古澤さんは厳美に出品している輪島の日本画の作家さんが電気も水もないけど絵を描いているという話を紹介した上で創作すること、厳美に出すことが力や目標になっているのではないかとも語りました。そうした意味でもぜひ会場に足を運んでこの文化の力っていうのを感じてほしいですね。はい、今年の厳美は県立美術館で洋画、彫刻、工芸、写真、金沢21世紀美術館で日本画、書の一般の入選作と県美文協の役員、会員による移植作が並びます。また80回記念として県立美術館では過去10回の美術文化大賞作を一堂に展示します。会期は今月29日から来月15日までですのでぜひ一度足を運んでいただければと思います。はい、わかりました。ここまでニュース解説、北国新聞文化部の吉面部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。2回の大地震に見舞われた奥能登国際芸術祭の壁画作品が能登半島地震で全壊した珠洲市内の建物から救出されました。この壁画奥能登曼荼羅は珠洲市三崎町の中島大賀さんと金沢美術工芸大学のアートプロジェクトチーム珠洲プロが制作した作品です。能登半島の風土や歴史を題材にした壁画は高さが5メートルあり2017年と2021年の奥能登国際芸術祭で珠洲市飯田町の旧八木家に展示されその後も公開されていました。しかし旧八木家が去年5月の奥能登地震で被災して解体されることになったため壁画を近くの古民家に移したところ、その1週間後に能登半島地震が発生し、建物が崩れてしまいました。2度の震災に見舞われた作品の救出作業は、制作した中島さんも手伝い、昨日広島県内の業者によって進められました。そして作品の壁板201枚のうち200枚を運び出しました。中島さんは、2回も下敷きになったのによく残ってくれた。汚れた箇所を上から書き直し、新しい奥能登曼荼羅を作り上げたいと話していました。救出された壁画は一時的に飯田町の旧中央図書館で保管し、今後修繕を行う計画になっています。北陸新幹線の金沢福井間は、敦賀開業から2日間の利用者が去年より2割増え6万人になりました。 JR 西日本は昨日、北陸新幹線の金沢敦賀間が開業した今月16日から2日間の利用状況を発表しました。それによりますと、金沢福井間を利用した人の数は上下線合わせて開業初日の16日がおよそ3万4000人、おとといが2万6000人で、合わせて6万人になりました。これは在来線の特急が運行されていた去年3月の土日に比べ2割多い利用者数です。ただ、2倍を超える利用を記録した9年前の金沢開業直後に比べると増加幅は小さく、JR 西日本は今回は北陸エリア内での延伸だったためとみています。1日あたりの新幹線乗車実績は、新たに誕生した新幹線駅の中で敦賀が9000人でトップを占め、次いで福井4400人、小松1400人、加賀温泉700人と続きました。石川県産のフリージア、エアリーフローラが新たに2品種開発され、今月22日に市場デビューを迎えます。
新品種のエアリーフローラは、どちらも生花店からの要望で石川県が開発しました。このうちエアリーマロンは、ヨーロッパの品種と掛け合わせ、フラワーアレンジメントで使いやすい明るい茶色が特徴です。もう一つのエアリーダブルパープルは、淡い紫色をしたボリュームのある八重咲きの品種で、今回のものを含めエアリーフローラは13品種になりました。新しい品種の市場デビューはエアリーホワイト以来4年ぶりで、長谷博知事は昨日の記者会見で希望の花言葉に触れ、まさに復興の花、卒業シーズンでもあり復興からの旅立ちに向け思いを込めて開発したと語りました。新たなエアリーフローラは今月22日に初競りが予定され、生育状況が良ければそれぞれ1000本程度の出荷が見込まれています。北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛に送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。ネットとスマホのセットでもっとお得にしたい、そんな声に金沢ケーブルが応えます。金沢ケーブルはインターネット、ケーブル、光と金沢スマホの双方を新たに契約すれば、ネット料金が月額1100円ずっと安くなるセット割を行っています。例えばケーブル、光、2ギガで金沢スマホをセットで契約した場合、月額料金は4380円から3280円となります。さらに北陸電力の電気料金を一緒に払う電気&ケーブルまとめ割を利用すれば、さらに330円安くなり2950円となります。金沢ケーブルのサービスのお申し込み、お問い合わせについては0120-751-114 までどうぞ。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。